社長の神経がわからなかった話。少し前だけど、会社の営業 A が結婚して式を挙げた。 A も営業成績トップ、奥さんも大手企業で結果出してきたキャリアウーマンだったらしくて、お似合いだなぁと話題になっていた。で、社長や同じ課の社員も招待されて、社長がスピーチすることになったんだけど、セクハラ親父なんで嫌な予感しかしなかった。 A は社長を呼びたがらなかったのに、ものすごくごねられて仕方なく招待し、スピーチを任せた形。それまでは、新婦の涙の手紙や、新婦友人によるお祝いメッセージなど、本当にまともだった。そして、社長のスピーチの番になり、私たちの予感通り、とんでもない例えをし始めた。新婦、新しい、と書きますが、新しいかどうかは、わかりませんね。ええ。新婦は大企業勤めということで、A 君は大変な優良物件をつかんだようですね。新築か中古かはわかりませんが。まあ、お年からして新築ってことはないでしょう。ここでみんなざわっとなり、新婦側の親戚、友人が明らかに怒り始める。彼にはもったいない優良物件ですね。もう一人、B という優秀な営業が、そちらの席にいるんですが、そっちとくっつけたいくらいです。どうです、イケメンでしょ。まあでも、この場では言えませんよね。 B はこの間彼女を亡くしましてね、何でも事故で亡くなったそうです。新婦のご友人の皆さん、あの昇進のイケメンをゲットするには今がチャンスでございますからね。ぜひこの機会に。新婦様は申し分ないキャリアの持ち主だそうですが、女性として大切なのは子供を産むこと。色気を常に持つこと。もうこれは義務です。初めてお目にかかりましたが、お色気も十分ですね。A 君も夜は大層喜ぶでしょう。では、おめでとう。いつまで持つかわかりませんが、もしお別れとなった場合は、神父様、私に相談してください。出来のいい稼げる男がたくさんいますから、後釜はいくらでも紹介できますからね。お綺麗なうちにぜひ。この手の体験談では、ぶち切れる親族とか泣き出す新婦とかよく見るけど、本当にシーンとなって、新郎新婦、その両親も呆然としてた。私たちも、ここまでとは思わず唖然。司会の人も言葉が出ず、非常に慌てていた。数秒の沈黙の後、うちの課の上司が、私もスピーチしたいとフォローして、この度はおめでとうございます。先ほど弊社代表が、人様のことを物件などと例えてしまいすみませんでした。新婦様、新郎君、ご親族の皆様、大変不安、不快にさせてしまったことと思います。彼はいつも、新婦様のお話を楽しそうにしておりました。私は既婚ですから、新郎君から、新婦様へのプレゼントは何がいいか、どんなお店が美味しいか、相談を受けたこともたくさんあります。新郎君は営業成績もトップですが、心の支えは間違いなく新婦様です。後の内容は長すぎて忘れたけど、上司は、今までクレームになったお客にも、ここまでしてるの見たことないな、と思うくらい。長々とフォローの話を入れていた。その後、みんなも A 君にたくさんお世話になったよね、と。上司が私たちに話を振り、その場で突然スピーチすることになった。いろんなことを教えてもらった。失敗しても笑いに変えてくださった。みんなのお手本だなどと思いつく、いいことすべてお話しした。実際そうなので、その後私たちで謝罪したが、新婦両親からは、お前の会社は最低だな、覚えたぞ。一体どういうつもりですか。娘の結婚についてもう一度考えたいと思います。どれだけ娘を侮辱したか、分かっておいでですか。新郎友人からは、社長がやらかすとか分かんなかったんですか。あいつにはやめてほしいわ、あんなクソ会社。あいつに謝れよ。マジで腹が立つ。と叱られた。
当たり前だよね。後に新婦側が A が退職しなければ婚約を破棄すると言い出すまでの問題にまで発展し、新郎が退職を申し出てきた。幸いうちには社長の上に会長がいたので、会長、部長、その他課長クラスが総出で謝罪あんぎゃ。会長は新郎新婦とその親、他の役職者は招待客に対して一件ずつ菓子折り持って謝罪。社長によってぶち壊しとなった結婚式の費用は全額会社が負担した。数百万円負担したんだから退職はやめてくれと、ものすごく引き止めがあったそうだが、 A が料金や退職代行に駆け込んで相談したため、結局退職も認めることになり、会長がお詫びにさらにお金を払ったそうだ。あと恋人を亡くしたことをネタにされた B も退職を申し出て、こちらは A と同じように退職代行を使われたらたまったもんじゃないとすんなり受理され、これまたお詫びにといくらか支払われたらしい。 A と B は本当に腕のいい営業マンだったので、彼が抜けた部署は一気に売り上げダウン。社長は他の社員や会長の怒りを買って左遷、その後席がなくなった。まあもともと新婦側の会社でも新郎の会社は営業へのノルマがえげつないらしいと話題だったらしい。想像よりやばかったわとドン引きされる事態となった。正直社長は営業成績がぶっちぎりで良かっただけで、人望はあまりないタイプだった。過去の失敗をいじったりはするだろうと誰もが分かってたし、A もスピーチ断れないのは分かってた。だから、出席できない他の役職者たちが、こういういいところを言ってやってほしいと、わざわざ原稿まで渡していたのに、それを完全に無視した形。でも、ここまでとは思ってなかったから、とっさの対応ができなかった。管理職、その下の人たちはすごくまともなので、部下の結婚式を社長がめちゃくちゃにしたことに大変怒ってた。会長は A のためというより、新婦やその人脈からの信頼回復のためにお金を出した感じ。メインの顧客層とだだこむりする、お金も人脈もある人たちだったので、今まで金払いがいいから我慢して続けてきた若手の心が一気に離れた感じ。私も転職した。